ンポン。たまにはおしゃれとしたい。あ、いつも制服だから。まあせやな。ゆかりちゃんは制服以外だとどんな服装をしとったっけ？そうですね。私はおしゃれにもうるさいですから、いろいろシチュエーションで雰囲気を変えてます。ほう、なかなかやるやないか。まずはコンビニに行くときの服装。ドン、通報されんぞ。ドドン、生臭そう。ドドドン、服装。ちなみに支払うときはこんな感じ。腰抜かすわ。もっとまともな服はないんですかね？いや、もっとまともな服装あったらそれ着てますよね。わら。たく。何の表情だよ。明らかに殴られたカットインが入った後に笑っていたら、みんなはどう感じるかな。恐怖だよ。まあ何にしても普通の服を新しく買いなさいよ。オッケー、今からここは服屋だ。何言ったんだこいつ。いやさ、いいじゃん。なんか来た。どうぞお選びください。うん、どうしよう。待て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 。え、君は買い物の時は顔だけでショッピングするのかい？え、私がおかしいの？もうしょうがないな。人の体を保ってる分そっちの方がマシやな。うん、どれにしようかな。てかラインナップもどうなんや。これ一番右に至っては服じゃねえな。タオルだよタオル。じゃあこれください。選んだのは割とまともやな。わーい、おニューバー。早速着よう。あれ、サイズが違う。その上から着んの？次から服装どうしますかね。まあ暑くなってきたしな。タオル1枚。それは服じゃない。じゃあ包帯。じゃあじゃねえよ。服じゃねえって言ってんだろ。普通に夏服やな。わーい、じゃあ夏服。ゲンオーバージョン探しときますね。いらんいらん。